コカラユは中国の伝統的なスープで、河南省の代表的なシャオチーでもある。コカラユは河南省で生まれた。コカラユは主に二つの異なる様式に分けることができる。一つは、用チ鎮の商用コカラユ。もう一方は、北米渡しである。料理名からわかる通り、唐辛子と黒胡椒を牛肉の出汁から作ったスープの中に入れる。 コカラユの発祥は古代中国に遡るが、誰が最初に生み出したのかについては、記録がない。だが古代中国のコカラユの材料は、現代のレシピと同じである。胡椒に加えて、生姜、アニスシード、フェンネルなどを沸騰したスープに加える。コカラユを飲むことで、身体全体に温かさが行き渡る様子を感じる味わいとなっている。現代の中国、特に、 東北部の人々にとって、コカラユは、朝食で出される料理である。スープ一杯は4円から販売されているが、材料の質や、幅広さ、料理店により、高値のコカラユも存在する。調理した、牛肉、牛肉の出汁、小麦粉、ベルミチェリ、海藻、ほうれん草、胡椒、生姜、塩、酢、ごま油である。ありがとうございます。